鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンは未来ロード。これ一冊、はい、はい、ありがとうございます。午前7時、地域の人々でにぎわう指宿中央通りで毎月1回開かれている朝市です。何これ、これがキッシュと、バナナ。今回未来への思いを綴るのは指宿中央通り未来協議会の皆さん。JR 指宿駅前の指宿中央通り、かつて市民や観光客でにぎわった商店街です。今は大型店の進出などの影響で訪れる人が減少、寂しい雰囲気になりました。そこで商店街の店主ら20人が今年4月未来協議会を設立。商店街の活性化に向けて始めたのが商店街朝市です。にぎわい創出という企画をですね、指宿市の方でやったりとかしてますんで、商店街の方でも人を集めることということで朝市という活動になりました。出店しているのは指宿市内外からおよそ40店舗。商店街の人たちの温かさと活性化させようっていう気持ちに触れて参加させていただけたらなと思って。小林から来ました。シャッター商店街というのが全国的にも多い中、応援したくて、できるだけ参加したいと思っています。今年4月から始まった指宿中央通りの商店街朝市。お客さんの反応は？友達が毎月行ってるっていうのを聞いて行ってみたいなと思って。指宿が元気になっていいと思います。朝から11月からは老朽化したアーケードの撤去が始まります。人が集まってくる町、地域、ハードもソフトも充実した街づくりにしていきたいと思っています。指宿中央通り未来協議会の皆さんが綴る未来への思いは、朝市でにぎわいを、活気のあふれる商店街を取り戻そう。